バッグの中身紹介します。私から、はい、いきます。バッグはザローっていうブランドなんですけど、これはずっと欲しくて、うん、店長になった記念に、なんかたまたまポップアップやってて、そうなんですね、新迷って買っちゃいました。もう悩んでたら買えないので、勢いで買いました。もうこれを買ったから今一生懸命頑張ってます。中身も紹介します。ポーチ、なんか基本的にはポーチに全部入れてるんですけど、かわいい。マツケンサンバのポーチです。なんかこれは今マツケンサンバ流行ってますよね。私知らない、知らなかったんですけど、マツケンサンバ流行ってまして、なんかこれはネットで買いました。綾乃さんポーチまで行きますか。あ、私バッグから私バッグはこれ、はい、ローレンのバッグです。かわいいです。これずっと迷って一緒に店舗に見に行って、うん、初対面で、はい、買い物行って、その後ネットで買いました、うん、お気に入りです。私ポーチ持ち歩き用でこれ使ってます。なんかそんなに中身入らないんですけど、あんまりリップぐらいしか持ち歩かないので、うん、このポーチ使ってます。おしゃれ。そしたら、はい、ポーチの中身1個目はヘアフレグランス、うん、ヘアフレグランスです。これはディプティックのドソンっていう香りのものです。普段あんまり香水つけないので、なんか髪の毛だけでもいい匂いにさせておこうかなと思って買いました。かわいい。私じゃあハイライト、シャネルのハイライト、これフェイスカラー、スカルプティングっていうカラーの色味です。これはなんかお直しの時にツヤ欲しい時とかに使ってます。はい、ラメがすごい綺麗なので、なんか乾燥した時とかにも使いやすいです。確かに、はい、今も塗ってます。今ちょっと塗ってます、この辺。確かに、つよってしてます。買います。はい、買います。次は、私もじゃあ乾燥っていうワードが出たので、こちらですね、ディープログラムのアレルバリアミスト。これはなんかすっごい乾燥肌で、めっちゃいいです、うん、私も使ったことあります。そう、あります、はい、めっちゃいいですね。めっちゃ良かった。シュッシュってさ、一気にツヤンってしてくれるので、これはもう全員におすすめしてます。買ってください。はい。じゃあ私もプレーなんですけど、今はこれツヤ玉ミストっていうのを使ってて、もうなくなるんですけど、これずっと使ってます。なんか室内クーラーで乾燥しやすいので、休憩の時とか仕事の時もめちゃくちゃ使ってます。おすすめです。確かにいいですね。はい。買います。次は美容系でリップペンシルですね。 RMK のリップペンシル。なんかサイズ感が持ち運びに良さそうですね。そうなんです、めっちゃ軽くて、私上唇めっちゃ薄くて、なんかぷっくりさせるのに憧れてるので、こういう感じでこうぐるぐるいって、かわいい、色もかわいいです。やってます、うん、かわいいです。ベージュっぽい感じの色味ですね。見えてるかわかんないですけど、はい、見えてます。私は最近買ったんですけど、スックの、これは何番だろう、ちょっと品番書いてないんですけど、ベージュ系の、黄身が強めのベージュ系、こんな感じの色味で、なんか秋カラーが欲しくて探してた時にこれ見つけたので買いました。リップ何本ぐらい持ってますか。でもリップ今日もたくさん持ち運んでるんですけど、なんか気分で使い分けたい。あ、これめっちゃ好きです。めっちゃいいですよね。かわいい。これもなんか一番人気のカラー。63番。持ってます持ってます。もうこれ。あれかわいいです。おすすめです。なんかすごい取れにくいですよね。ご飯食べても取れにくい。おすすめです。なんかくすみピンク。
です。はい。そうです。リップ、なんかありますか？あ、リップ、おすすめは、NARS の208、テンシュアルシャインリップスティックっていうやつです。なんかこれリップクリーム塗らなくても結構スルスル塗れて、こんな感じの色ですね。似合いそうです。ピンクっぽい、ピンクベージュみたいな色味です。いい、今も若干重ねてるんですけど、塗っててめっちゃいい色味で、なんか細いからすごい際まで塗りやすそうです、ね、めちゃくちゃ塗りやすくて、パッケージも可愛いので、可愛いです。みんなにおすすめします、すぐおすすめします。可愛い、こんな感じ、欲しいです。でこれは本当に買った方がいいですね。はい、リップがまだあるんですけど、これも最近買ったアピューのリッププランパーです。これはなんかすごいピリピリスースーする系のプランパーで、これを最初に塗ってリップつけたら結構ふってなる気がするので、痛くないですか？痛くないけどスースーするです。見た目も可愛いし、いいです。韓国のブランドですか？韓国のブランドです。薬局で買いました。私はそうなんですね。買います。はい、買ってください。化粧品系はスナイデルビューティーのアイシャドウパレット。これはベージュっぽい、ちょっと解説汚いですこんな感じのアイシャドウで、これはスナイデル結構シーズンによってメイク変えるんですよ。店頭で変えますね。変えるんですね。変えます。去年の秋のタイミングでおすすめしてくださったアイシャドウなんですけど、めっちゃシンプルで、サラサラするので、アイラインとかも結構よれにくくなるので、それもめちゃくちゃ気に入ってます。色もめっちゃ可愛くて、ゴールドもそんなにラメ、ザクザクじゃなくて、これもおすすめ。はい。またリップなんですけど、リップばっかりで、これはケイトのリップモンスターパンプキンワインっていう、名前も可愛い。可愛い。こんな感じの色です。ちょっと赤みもあって、これを最初につけたら本当に取れないので、塗り直せない時とかは確かに塗って1日ティントみたいな感じで使ってます。私も持ってます。私は5番、赤っぽい色味持ってますね。今もう結構薬局で普通に手に入るので買えなかったですよ ね。めちゃくちゃレアでした、あ、これラブクロム、あー気になってました。ラブクロムっていう櫛です。私櫛がめちゃくちゃ好きで、家に7個ぐらい櫛があるんですけど、お風呂用、濡れてる用、乾いてる用、持ち運び用みたいな、いっぱい何か持ってて、これは持ち運び用です。これも一時期全然買えなくて、移動前の店舗の人たちが送別の品でゲットしてくれました。みんなありがとうございます。めっちゃ使ってます。コンパクトでいいですね。そうなんです、持ち運びめちゃくちゃ使いやすくて。ケースも付いてるんですか？ついてます。コスメキッチンとかでも売ってますよね。売ってます。今こういうパタッと折りたたみ式のやつも欲しいんです、そうなんですね。まだまだリップがありますね。はい、まだリップあります。これも最近買ったジルリーンっていうところのリップペンシルです。なんかこれは結構マットでめちゃくちゃ細いので、なんかオーバーリップにしたい時とかにこの上の部分に塗って、この口角のところまで描くとなんかキュッて上がって見えるので、すごい最近使ってて、色もベージュ系でどんなリップでも合わせやすい、おすすめです。細くていいですね。細くていいですよね。持ち運びもすごいいいので、これとリップ1個だけ持ち運ぶ時もあります。リップは私は最後、シンプルなリップクリーム。なんかこれもプレゼントでもらったんですけど、シャネルのもので、色付きじゃない普通の保湿のリップなんですけど、プレゼントめっちゃいいなと思って、色とかだとなんか似合う似合わない多分あると思うんですけど、なんか色なしだったら誰でも使えるので、私も誰かにプレゼントしたいなって思いました。見た目も可愛いです。めっちゃ可愛いです。めっちゃテンション上がりました。なんか自分でなかなかシャネルのリップ、買わないですね。買わないから。ギフトにおすすめです。おすすめです。はい。次はこれ、なんか
カッサなんですけど、可愛いし持ち運びにもすごい薄くて軽いのでめっちゃいいです。なんか足もこれでマッサージできるし、顔もできる、ゴリ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 できるので、これは持ち歩いてます。小顔の秘訣ですか？それ小顔の秘訣ですかね。紹介するのがフロスです。で今矯正始めて、あのマウスピースなので、こう食べたら歯を磨く、フロスするっていうのが習慣になったので、こういう持ち運び用のフロスを使ってて、これは皆さんおすすめしててめっちゃ取れるっていう。そうなんですね。そうなんです、めっちゃやりやすくて、これはすごいおすすめですね。さっきおすすめばっかり、すすめばっかり、はい、なんですけど、めっちゃ買ってよかったです。次、私はこれはネイルオイルです。なんかもう全然ないんですけど、なんかネイルが剥げにくくなるっていうのを聞いて、ネイルオイルはなんか手洗った後とかにこまめに塗るようにしてて、これはまあ多分どこでも売ってる薬局で買いました。筆になってるので、ロールとかよりは細かいところに塗りやすいブラシになってます。はい、まだありますか？私も、あ、でもあります。あ、あります。あ、あります。え、これめっちゃ気になってます。え、本当ですか？これお願いします。はい。これカネボウのデザイニングカラーリクイドのグリーンコンシーラーなんですけど、結構鼻の周りとか赤くなりやすくて、なんかお直しの時にすごい使いやすくて、しかもチップがめちゃくちゃ、ここがめちゃくちゃ柔らかい、わかります？確かに柔らかいんですよね。なんか色もベージュ系もあって、それも今ちょっと気になってて欲しいなと思ってるので、めっちゃいいですね。おすすめです。どうもないですか？モバイルバッテリーとイヤホンですね。イヤホンは有線とワイヤレス両方持ってて、なんかバッテリー切れられるのがすごい嫌なので、両方持ち歩くようになりました。これも最近買いました。これはモバイルバッテリーなんですけど、このまま下にこうぐさっと差し込んだらそのまま充電できて、なんかこう線を刺さなくていいので、めちゃくちゃおすすめです。ここに電池が入ってるんですか？あ、そうです。これを充電してスマホにこう、めっちゃいいですね。差し込むタイプで、こう折り曲げたらいい感じになるので、これは欲しいです。これめっちゃいいです。これめっちゃ欲しいです。めっちゃ欲しいです。これ一番欲しいです。ピンクとかもあって、ピンク、ブルーとか、いろんな色もあって、私はなんか汚れが気にならないブラックにしたんですけど、使うじゃないですか。小さいバッグとかでも持ち運びやすい。はい、これは、あ、これこれは落ちてたやつ。タオルなんですけど、これ何ですか？これはカレーっていうの。カレーなんて言ったカレーかと思う。カレーって思いますよね。カレーのルーみたいな。カレーでしょ、それ。多分カサゴ。カサゴって何なのか分かんない。カレーじゃなくて、カレーじゃなくて、カレーじゃないですか？確かにカレーかも。そっちのカレーかもです。かけてる。かけてるんだ。え、そういうこと？なんか色が可愛いです。そうなんです。オレンジに水色っていう色味に惹かれて買いました。可愛い。でもちゃんと今治タオル。じゃあいいんですね。はい、素材が。上質なタオルです。あ、終わりました。終わりです。そのでももう終わりですね。ラムネとアイシャドウベース。これはトワイスのジョちゃんが使って、トワイスの言うこと間違いないから買いました。間違いないです、ね、間違いないので買いました。アイシャドウがよくよれるので、でもこれやってからめちゃくちゃよれなくなりました。欲しい。めっちゃいいです。ここ一面真っ黒になるんですけど、どんな感じなんですかね。こういう透明のチップを手に出して、ポンポンポンってなじませてからアイシャドウとかアイライン塗ると長持ちします。ナーズのものです。気になります。これもめちゃくちゃいいです。ポーチは以上です。はい、どうですか？私、誰？これハンカチですね。なんかこれも、私もこれなんか一目惚れして可愛くないですか？可愛いです。私もそういうの大好き。なんか店舗のスタッフにもなんかこれ顔全部違うみたいな突っ込まれて。え、そうなんですよ。よく見るとすごい違うんですけど、なんかこの色とこの顔に一目惚れして
買いました。ピンクとブルーが着てそうな、なんか違う種類もないかなと思ったんですけど、うんうんうん、これしかなくて、かわいい、欲しい、え、買ってください。かわいい、どこなんですか。これフランフランです。え、フランフラン、フランフランに売ってます。フランフランに売ってます。これめっちゃかわいいですよね。財布いきますか。はい、財布は私はカードケースを今も財布代わりでキャッシュレスなので使ってて、あ、でもこれ一昨日買いました。ん、あ、東京来る前に、色が可愛い。はい、ずっと欲しくて、うん、これはTWICEのみなちゃんが使ってて、TWICE 好きなんですか。TWICE好きです。TWICEのみなちゃんが使ってて、大人っぽくてめっちゃいいと思って、色がめっちゃ可愛い。そうなんです、買いました。で L 字でこう、うん、開くのですごい使いやすいんですね。そうなんです。小銭450円。全財産現金するだけ。はい、全財産450円、キャッシュレスなんで、これでめっちゃいいです。めっちゃいいですね。バッグ小さいので、そうなんです、使えますよ。はい、かわいい、かわいい。私は逆になんか現金ないと落ち着かない派なので、めっちゃなんか大きめなんですけど、かわいいです。これセリーヌです。2年前ぐらいからずっとこれ使ってて、しかも全然ボロボロにならなくて、うん、確かに本当は黒が欲しかったんですけど、なかったのでこの色にしました。ちょっと飽きたので、私もなんか細いやつが欲しくて、確かに小さめの財布探し中です。2年使ってると思うの。ですよね、うん、でももう結構ない。ないですか。1個だけスプレー。このジバンシーのスプレーは前回撮影で来た時にメイクさんが使っててめっちゃ良くって聞いて、すぐ大阪に帰って買いに行きました。これはなんか直接 UV にもなるので、シュッ、あ、そうなんですか、かけてもいいですし、スポンジに含ませてポンポンポンってしたらすごいもうツヤンってなるので、前回の撮影のツヤはこれでできてました。メイクアップベースですね。じゃあベースでこれなのから、ファンデーションとかでもいいですか。いいらしいです。なんか結構いろんな使い方できるらしくて、1本あったらめちゃくちゃ便利って言ってました。私はあと、かわいい、これヘアクリップ、ヘアクリップ、ヘアクリップ小さめなんですけど、これはアクセサリーショップで多分いつか買いました。ちょっとまとめたい時とか、止まります、気分変わる時とかに。結構なんか頑丈で、これもずっと使ってるんですけど全然ボロくならない。うん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 、かわいい、運んでます。他はあとエアポッツ、エアポッツは毎日持ち歩くです。私もエアポッツ持ってるんですけど、かわいい。メタモ、メタモ、はい、でも 目がなくなって。本当だ。そうなんです。目が黒かったんですか。そうなんです、目がなくなっちゃったんですけど、メタモンのケースです。かわいい。これとさっきの2個も してます。あとは私アクセサリーケース、巾着になんかピアスとか入れてるんですけど、最近のじゃあお気に入り、繋いでるの、これね、買いましたか。いいですね。いや、まだ買ってないです。 ですか。でも可愛いなと思ってました。このパールのピアスめっちゃ可愛くて、なんか冬とかにニットに合わせたりしてつけたいなと思って最近買いました。なんかいろいろ入ってる。これはネックレスです。なんかこれも短めなんですけど、ここでつけれるタイプなので、なんか首元開いてるワンピースとか。これフレイ ID で買いました。え、こういうの欲しいんですけど。え、可愛いですよね。いつも売り切れちゃう。うん、確かに。気づいた時にはもう売り切れ。あともう一つ入ってます。これブレスレット。なんか休みの日いつもこれをつけてるんですけど、このブランドです。これちょっとなんて読むかわかんないんですけど、ゴールドが多いですね、私は。確かに、はい、多いですね。私結構普段シルバーが、今日はゴールドですね。シルバーが多いです。はい、終わりです。はい、終わりですかね。終わりです。どう、終わった？多分、はい、終わりました。終わりました。楽しみ、お任せ YouTube。大丈夫ですかね？ですかね。めっちゃ心配ですけど。ありがとうございました。お疲れ様でした。